ハッピーバースデートゥユー、ハッピーバースデートゥユー、ハッピーバースデーディエモエスラー、ハッピーバースデートゥユー。12月2日マイさん誕生日おめでとうございます。この誕生日を記念しましてですね、まあ本日と明日ですかね、確か2日と3日やったと思うんですけれども、まあ劇場に行くとなんかメッセージカードみたいなのがね、配布されるということなんですが、まあ私はもう1日に、あの公開日の1日にちょっと劇場行ってましたからね、もらえないとか、まあ行く予定ないからもらえないですよ。全然羨ましくねえわ。まいさんのバースデー、なんかメッセージカードもらえなくて、全然羨ましくない。だって、変えてちゃおしだから。うん。変えてちゃおしだから、もう、全然羨ましくないけどな。羨ましくないけど、まあ、その、マイさん推しの方ね、皆様手に入れられたらね、いいなと思ってる時代でございますけど、まあ、もう今もですね、もう劇場言うてましたけれども、今回お話しさせていただきますのは、ロリコン豚野郎はランドセルガールの夢しか見ない。間違えました。私の話です、それは。間違えましたね。青春豚野郎は、ランドセルガールの夢を見ない、視聴してまいりましたので、ネタバレなしで感想を語っていきたいなと思うんですけども、今回のお話はですね、まあ今までは、もう、思春期症候群を発症したヒロインたちを、サクタがね、主人公のサクタがこう救っていくというようなお話だったかと思うんですが、今回逆にね、もう逆に、もうつか逆にとか、ついに、サクタが、思春期症候群になったというところで、まあその向き合っていくというね、自分の悩みとね、向き合っていく思春期症候群になるってことは何かしら心のね、悩み、問題があるわけですから、そこと向き合っていくサクタが描かれたお話でございました。そちらを視聴してまずですね、面白かったのかどうか、私がどう感じたのかをですね、お伝えしたいんですけども、今回の青豚、シンプルに面白かったなと思った次第でございました。まあ今ほどお伝えしましたけれども、サクタが思春期症候群に、なると、問題に向き合っていくんですけど、その、サクタが抱えている問題がですね、非常に切ないんですね。はい。切ねーと思って、でも気持ちめちゃくちゃわかるというか、まあネタバレなしなんで具体的なことはですね、お話はしませんけれども、まあいろんな変化が起こってきてるんですよね。そのテレビアニメシリーズ第1話からサクタ描かれてますけども、ここまで来てね、いろんな変化が起こってきてて、サクタにとってやというか、普通に考えたら、いい方に進んでるんですよ。で、サクタの周りのいろんなことがね、いい方に進んでるんですけども、でも、それを素直に受け止められないというか、今ある幸せの方が幸せなんちゃうのみたいな、いい方向に進んでるけどなっていう、そこの歯がゆさが、すごくわかる。理解できるなって。思ったりもしましたし、まあ、これテレビアニメシリーズの、まあ、最後ら辺に描かれましたけども、私の推しのカエデちゃんいるじゃないですか。カエデちゃんって、ひらがなカエデちゃんがね、なんか学校へ行こうと、不登校やったんですけども、いじめられてたから。不登校やったんですけど、もう学校へ行くと決意してね、もう頑張ってるカエデちゃんがあってからの元のカエデちゃんね、漢字カエデちゃんに戻るじゃないですか。で、あそこのショック、まあ、私推しやからっていうのもありますし、まあ、サクタもめちゃくちゃショック受けて泣いてましたけども、カエデちゃんがカエデちゃんになるんやけど、カエデちゃんじゃなくなったっていういい方向に行ってんすよ。カエデちゃんの記憶が戻るというか人格も戻るっていうところで、めちゃくちゃええことなんですけど、でもっていう、でもあの幸せがっていうのがあるじゃないですか。もうそれが再来とまでは言えないですけども、いい方向に進んでんのに今の幸せがあってっていうところのその、サクタが抱えている問題がね、いや、非常に心をえぐるなというところはあったのかなと思いましたね。ここの話はシンプルに素晴らしいなというところを感じた人でございますし、まあその、サクタがですね、問題と向き合っていて、まあその結果どうなっていくかっていうのはまあ最終的にどうなったかっていうところなんですけども、その結末は私も泣きました。はい。映画館でですね、もう非常に泣かせていただいたという、ところで、まあ、素晴らしい締めだったんじゃないかなと、個人的には思ってる次第でございます。まあ、話の内容としましてもですね、まあ、普通に面白いんですけども、やはり脚本という部分、まあ、素晴らしかったなと思ってる次第でございまして、まあ、それこそ、テレビアニメシリーズからね、ずっと、まあ、劇場も何本か挟んでますけども、積み重ねてきたものっていうのが、全部出ているというか、非常に綺麗に繋がっていたなという、ところも感じますし、このランドセルがある単体としましても、うまく前振りをして繋がっているなというのを、感じた次第でございます。それこそ、バイさんですね。
本日誕生日のまいさんがですね、問題と向き合っているサクタをまあ支えていくわけでございますけれども、そのまいさんの絡め方がまあすごくナチュラルで素晴らしいなと思ったというか、しっかり前振りがあって絡んでくるんですよね。そのギャグかと思っていた、そのサクタとねまいさんのイチャイチャギャグなんかはね、青豚の名物詩とも言えるとは思いますけども、そのイチャイチャギャグっていうところがいい風に繋がっていくっていうのも、まあ、非常に気持ちがいいなと思った次第でございますし、私こういう脚本面で素晴らしいなと思う、まあ、理由の一つとしてですね、違和感を解消してくれるっていう、これがまあ脚本の素晴らしさの一つなのかなと思うんですけども、まあとあるシーン、サクタのお父さんがサクタを見送るっていうシーンがあるんですよね。まあ何気ないシーンなんですよね。バイバイみたいな感じで見送るシーンがあるんですけども、ここめっちゃ違和感やったんですよ、私の中でね。もうすっごい違和感満載のシーンで、違和感のないシーンなんですけど、違和感満載のシーン。で、お父さんがサクタを見送るなんて何の違和感もないシーンなんですけど、違和感があったんですよ。なんでって思ったんですけど、その違和感をすっきりさせてくれるっていうね、しっかりと繋がってるっていうところが、まあ、非常に素晴らしい、ポイントだったんじゃないかなと思いました。まあ、そういう違和感の解消っていうところもそうですし、前振りっていうところもそう、まあ、一つの作品の中でもそうですし、今までの繋がりの中の、前振りっていうところもそうなんですけども、非常に綺麗に物語が繋がっていたんじゃないかなと思いまして、今素晴らしかったなと思った試合でございます。そしてアニメーションの部分もですね、いいなと思ってまして、まあ、そのサクタの気持ちっていうところを、まあ、巧みな映像表現、やっぱアニメなんでね、アニメーションだからこそ、まあ、見せられるものっていうところも、まあ、十分にやったんじゃないかなと思います。その中でもね、あまたある映像表現の中でも、私、ええー、なーと思ったのはですね、サクタが下駄箱に靴を入れるシーン、これが非常に良くてですね、サクタがですね、下駄箱に内履きを入れようとするシーンがあるんですけども、もうめっちゃ手震えてるんですよ、ガガガガガ言って震えてですね、もう入れられないみたいなシーンがあるんですね。で、それはサクタ自身が説明してくれて、なんでこんな震えてるかっていう、緊張してるからっていうところは、説明があるんですけども、まあ、その後いろんなことを経てですね、サクタの中でも変わっていくものがあって、再度ですね、下駄箱に靴を入れるシーンがあるんですけど、その時はスッと、入れることができるんですよね。で、そこは何のモノローグとかもなくて、ただただそのシーンが描かれるだけなんですけども、まあ、先ほどのシーンと合わせることによってですね、あ、サクタの中で、あ、何か変わるものがあったんだっていうのが、まあ、一発で伝わる。アニメで見せるだけでこう伝わっていくっていう、まあ、そういうのがもうたくさんありましたから、まあ、素晴らしいなと。その物語自体も面白いっていうのもそうなんですけども、目で見るだけでもね、面白い部分っていうのは、たくさんあったんじゃないかなと、さすがだなと思った次第でございますっていうところで、やっぱ素晴らしいっていうね、もう何回も何回もね、言ってますけれども、ただ、やっぱ私の中では、シンプルに面白いっていう域は超えてないかなと思ってですね、まあ、ティア表で言うと、なんか SS、SABC やっとしたら、A ぐらいかなと。思ってるんですね。で、なんでかっていうと理由は2点あって、1点目がですね、本当にシンプルにいい話なんですよ。このサクタの話っていうのはね、ドストレートなんですよね。なんかびっくりするみたいな、わ、こんな展開来たかーっていうのは特になくて、あー、この流れやったらこうなるやろうな、あー、なりました、あー、じゃあこういう風に行くんじゃないかな、あー、やっぱそうですよねみたいな感じで、本当にシンプル、本当にシンプルやからこそいい話なんですよ。泣きましたしね、すごくいい話で、まあ、脚本のつながりなんかも、感じられまして、いい話なんですけども、いかんせんシンプル、はい、ドストレートっていうところがありまして、まあ、シンプルに面白いっていう域を、まあ、私の中でね、超えてこなかったのかなと思った次第でございます。そして2点目なんですけど、もう伏線散りばめまくってるっていうところなんですよね。で、今回のランドセルガールなんですけども、ここで決めてやろうっていうよりかは、この先に繋げようっていう気持ちの方が個人的には強いんじゃないかなと思ったんですよね。もうそれぐらい、なんかわからんことが多いんですよ。これどういうことやったんやろうなっていうのが非常に多かったのがランドセルガールだと思いました。で、この後青豚がですね、どういう風に展開していくのかっていうのはわかりません。公式が発表してないからね。わからないんですけども、まあ先を見据えた、ランドセルガールになっていたんじゃないかなと思いますので、やっぱここで決めるというよりも、この先にバトンを繋いでいくっていう、そういういう側面の方が、まあ、強いなとランドセルガールからは感じましたので、まあ、今後のワクワクっていうところは非常に素晴らしいんですけども、ランドセルガールという単体で見ると、まあ、サクタの、まあ、素晴らしいエピソードもいいんですけども、やっぱシンプルに面白いっていう域は、超えていかないんじゃないかなというところで、この2点の理由からですね、私はそう感じた次第でございましたっていう感じで、まあ、感想としては以上になるんですけども、今後の展開はね、わかりませんよ。どうなるかわかりません。公式が全く発表しないから、まあ、今日舞台挨拶してるから、まあ、その最中に発表するかは分かりませんけど もうめっちゃ楽しみな、今後なんか展開するんだったらめっちゃ楽しみ
なんでかっていうと、まあ、これはあの伏線の部分、まあ、こんなネタバレにならないと思うんで言うんですけど、今回のランドセルガールにですね、赤木ちゃんっていうキャラクターが登場したんですよ。で、この赤木ちゃんに関しましてはですね、何も明かされてなくて、作田の中学生時代の同級生ですっていうことと、頭いいっていう、この二つぐらいしか明かされてないんですけど、もしね、この青豚という作品がね、今後もっと展開していく、原作ってまだ先あるんですよね。このランドセルガールの先があるっていうのは聞いてるんですけども、そこもこうアニメで描いていくってねなった時に、赤木ちゃん絶対メインヒロインになると思うんですよ。絶対に思春期症候群を発症させて、なんかその作田と絡むみたいなことがあると思うんですね。これがもうめちゃくちゃ楽しみ。もうアニメ勢ですけど、もうそれが感じた。ランドセルガールを見ていて、この赤木ちゃんっていうキャラクター絶対にいつかメイン張る時来るやん思いながら見ております。そういう見せ方してるから絶対に来るやんって思ったんで、もう次の展開が待ち遠しい。はい、青豚さん、このランドセルガールの次どうなってか分かりませんけどもね、めちゃくちゃ楽しみっていう感じなんですよね。で、なんでアニメ勢のね、お前が、ね、ランドセルガールちょこっと出てきたこの赤木ちゃんというキャラクターになんでそんな興奮しとんねんって思うかもしれないんですけど、この赤木ちゃんを担当している声優さん、山根彩さんでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。私はですね、山根彩さんをですね、非常に応援している、まあ、推し声優なわけでございます。で、もう山根彩さん、分かったもんね。まあ、最初出てきて、ちょろっと喋った時に、あれと、もうなんか聞いたことある声なんやけど、みたいな感じで思いまして。で、めっちゃ喋るシーンあるんですよ。赤木ちゃんが、バー言って喋るシーンあるんですけど、そこで、はいはいはい、山根彩さんじゃないですか。確信確信ってなって。で、最後、ね、クレジット流れるじゃないですか。そこで、なんか、赤木なんちゃ、なんたらちゃん、山根彩、ドーンって書いてた。そこが一番涙したかもしれん。その、作田の素晴らしいエピソード、もう涙しましたけども、それ以上に興奮と喜びの涙の方が強かったかもしれない。もうそれくらい山根彩という文字を青豚のクレジットで見た瞬間に、もう大号泣したんですけども、やっぱ楽しみ絶対、もう私はもう確信してるわ。うん、アニメ勢ですけど確信してるわ。赤木ちゃん絶対思春期症候群になって、作田と絡んで、なんかもう、メインになるから。うん。絶対なる日来るから、めっちゃ楽しみ。で、メインになるってことは、要はね、その赤木ちゃんが、不可思議のカルテ歌うわけですよね。楽しみ山根彩バージョンの、不可思議のカルテ、楽しみということでね、やったほんまに公式は何も発表してないですから、今後の展開はね、公式は発表してませんから、わかりませんけれども、ちょっと待ち遠しいなと赤木ちゃんのね、ご活躍、期待しておりますという、ところで、以上で動画自体終わりたいなと思います。ランドセルガール見たよーっていう方ですね、コメント欄で感想を教えてください。チャンネル登録するかどうかはお任せするんですけど、おすすめの子どっかにあると思いますので、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ってことで、以上で、声優豚野郎は推し声優の活躍の夢を見るという動画でございました。以上です。